はい。皆さんこんにちは。マネルギルビジです。では今回は、アーツバイアン4、レジスタンス DLC、アメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、レジスタンスから入った新しい情報機関のね、使い方ということで、二人のエージェント、いずれも女スパイですね、を雇って、それぞれ、ドイツと帝国、の方に、潜入させているという状態です。で、ちょっとですね、そこの部分を見ていきたいんですけども、今出ている画面の左側ですね、オペレーションって、作戦がいくつか出てると思うんですけど、これいずれもエージェントが2人必要で、この作戦を実施するには、その国にエージェントを2人送り込む必要があると。今、ドイツと帝国、日本ですね。に一人ずつっていう形になってしまってるんですけど、これを例えばドイツに二人、帝国に二人っていう形にしなきゃいけないという仕様のようなので、今回はですね、ドイツに侵入しているエージェント、ウォルフを、一旦、日本、そうだな、大阪か、海軍の、大本部がある広島、呉に出すか、呉だな。クレにちょっとね、派遣しようかなと思います。これで、日本に二人っていう状態なので、日本における諜報機関の作戦が、実施可能という状態になります。で、実際にどういう条件で作戦が発動可能になるかというと、エージェントが二人以上必要っていうのはもう必須の条件になっていて、例えば、海軍から機密情報を盗もうとすると、エージェント二人で、あとは諜報機関のね、スパイネットワークが 50% 以上必要ということになります。今 8% しかないので、まずこれをね、50% まで上げていきましょうということになろうかと思います。では、時間を進めていきたいと思いますが、今回のね、大方針としては、まず政治力を使って、議会工作をしっかりやる。今ね、下院では残念ながら過半数割れをしていると。いう状態なので、これをね、しっかり、議員取り込んでいくと、議席を増やしていくということをやってですね、なかなか実施しづらいであろう、いくつかの国家ツリー、これをね、断行していくということをやりたいと思っています。で、もう一つが、今ご覧いただいた、情報ですね。日本に対して、そうだな、何を、実行しようかなってちょっと悩ましいところではあるんですが、一つは、やっぱり海軍で機密情報を盗みたいなって、そういうふうに思いますし、その他もちろん陸軍、空軍といろいろありますんで、このあたりの内容を見ながらですね、どれを実施していくかというのをね、少し考えていきたいというふうに思います。では、時間を進めていきます。レジスタンスとのね、接触とかそういうのも用意されてますね。で、空いた研究枠なんですけども、ちょっと早めにやっておきたい内容、これいつも忘れてしまうんで、ごてごてに回ってしまうんですけど、挙手上陸ですね。これのね、研究を少し入れておきます。挙手上陸、いずれ来るであろう戦争の時に必ず必要になってくるんですけど、その時にね、挙手上陸強化されてないとなかなかしんどい戦いになるんでね、早めに入れておきましょう。では、また時間を進めていきます。で、空いた研究枠ですが、今37年の9月なので、どうしようかな。まだちょっとさすがに、39年の研究を始めるには、勇気が必要だな。ただ、情報を重視していくのであれば、レーダーとかね、
そういったものに力を入れておくというのもありますし、まあ、帝国海軍との戦いを視野に入れた場合は、空軍のね、ドクトリンの研究というのもありだしな。そうなった場合、3つのカテゴリー、艦隊保全主義、防疫阻止、基地攻撃と3つあるうちのどれを採用するかですよね。まあ、ここはただ防疫阻止にしておこうかな。で、さらにアップデート完了ですね。アップグレードかな。諜報機関のアップグレードが完了したので、次のアップグレード入れていきましょう。一旦、暗号化のところね、進めていこうかなと思います。で、帝国に対しての暗号解読があと849日。849日ということは2年半。結構かかるけど、ちょうど帝国が本格的に戦争にね、がっつり入ってくるタイミングに近いと思うので、まあ、タイミング的には悪くないかなとは思います。で、暗号解読が完全に終わると30日間ね、ブーストの効果が得られるということなので、ここぞという時に発動していくというのがね、いいのかなと思います。で、あとは建設機ですね。ちょっといじっておきましょう。民事工場、軍事工場、それぞれ、どんどこ必要になってきますんで、ちょっと建てる位置を確認していきます。まあ、数で言うと、やっぱりまだ軍事工場が先に欲しいかな。というところなので、まあ、割合的には軍事工場と民事工場を、まあ、3対2ぐらいの割合でね、作っていければいいかなと思います。で、民事工場も建てていくと。こんなとこですね。で、続いて研究枠です。研究枠ですが、そろそろ海軍の方にしっかり、割いていきましょうか。火器管制を入れるかどうかだな。ダメージコントロールか火器管制か。大型艦をね、そんなに作る予定がないといえばないんでね。であれば、艦載機を作っておいた方がいいのかな。空軍。ただここもね、だいぶ年代的なペナルティが痛いから、どうせやるんだったら国家方針でしっかりそこの方針に対してアグリーできる方針を採用してからの方がいいですよね。例えば航空機であれば航空機の研究に対してブーストがかかるような国家方針を採用してから研究した方が効率がやっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね。となると、まあ、ここは無理はせずに行きましょうか。そうですね。改良を入れます。で、この次あたりからもう一度原点回帰という意味で、セオリー通り、工業産業の研究をね、入れていこうかなと思います。で、戦争計画の国家方針採用終わりましたので、この次ですね。ちなみに今議会はどうなっている？過半数は得てるな。そうなるとちょっとここで採用できる国家方針。特に人的資源とか、手に入るもので、いけるものがないか確認していきましょうか。人的資源が欲しいからね。で、上院下院が反対派に回るものが出てくるという話だな。今欲しいのは人的資源をね、早めに多めに確保しておきたいというのが一つ、ありますので、人的資源がね、ダーンと入ってくるもの
を優先的に入れておきたいよな。迫害の停止に入って、軍内の人種差別の撤廃。そこから、人種差別の完全撤廃に回れば、徴兵可能人口が 20% なのものの内戦が始まる。これはきついわ。これを相手にしてる、まあ、余裕は残念ながらないので、アメリカンドリームの保証に入っていく方がまだマシかな。組合代表、まあ、いずれにしても一度、迫害の停止を入れてアメリカンドリームに進んでいくというのを少し考えておきます。で、他だと厚生労働基準法。徴兵側の人口が増えるという話だな。まあ、どっちに回る方がいいのかだね。徴兵側の人口 10%。で、続いて、このあたり。ここも、入ってくるといえば入ってくるものも、ニューディールなので、こっちは選択の余地なしですね。で、こっちだと、最終的に、女性武道武装が入るわけだな。となれば、さっきの二択のどっちかだね。では、ちょっと吟味していきましょう。組合代表法の方に進むのか、一旦、外しますね。雇用促進局の方にも一度入ってるので、こっちに進んでいく方が、まあ、早く手に入るかな。なので、農業調整法、こっちに入れておきます。まあ、ペナルティとしては、上院の8議席と下院の40議席が反対派に回るという話ですね。まあ、ただここは、先にね、入れておきたいので、入れましょう。で、議会工作で再び、失った議席は取り戻します。では、時間を進めます。はい。で、今ですね、フィリピンの方から、レジスタンスかららしく入っている偵察機による偵察活動ですね。ちょっとこれを入れてみました。少しね、沖縄には届かないかなというところなんですけども、まあ、一旦ね、どんな状況かというのをちょっと見ていきたいと思います。これ半分に割って、一つはフィリピン海の方に出します。ゴキゴキ構成。どうなんだろうね。この偵察任務に関しては短期運用でもいいのか、それともやっぱりある程度編隊を組んだ方がいいのか、まあ、編隊を組んだ方がきっと効率が上がるとか、そういうプラスの要素はありそうですけどね。ちょっとそこは確認して調べておきたいと思います。これで、まあ、どんな効果がね、得られるのかというのをちょっと確認していきたいなと思います。で、ロビー活動はやるでしょう。上院、下院の議席は常に余裕を持って確保しておきたいので。ロビー活動はやっておきましょう。お隣の国、韓国の得意だ。このあたりの戦争の情報は全然入ってこないね。残念だけど。
もっともっと機密情報が欲しい。まあ、そういう状態ですね。あとは、グアムの方に航空基地作りました。一つね。まあ、これをうまく活用していければいいかなと思うんですけど、いずれにしてもちょっと遠いですね。硫黄島とかが取れればね、だいぶ変わってくると思うんですけど、まあ、そこまでたどり着くのは、まあ言ってもだいぶ先ですね。なので、航空機の航続距離を伸ばすっていうのは少しありかなと思います。ああ、そうだ。あとですね、空母のね、艦載機の数、これも少し増やしていきたいなと思ってます。では、長期間のね、アップデートをさらに入れておきます。暗号解読。ここにね、少し力を入れていきたいと思います。これ、今、ラジオのインターセプショングループ、これ入れたことによってなのかな。暗号解読が、さっきまで800何日とかだったのが、394日。もちろん時間はね、3、4ヶ月進んでますけど、3、4ヶ月でたったの100日、120日程度なんですけど、だいぶ短くなりましたね。これは、情報期間アップグレードしていけばしていくほどきっと短くなる仕様なのかな。これもね、ちょっと確認はしていきたいと思います。で、航空機をうまく使っていくために、空母をね、ちょっとアップデート今後していきたいなと思ってまして、空母のね、アップデートを入れていきます。ヨークタウンをアップデート。で、いやー、ソナーしか入れられないか。航空機の数をどうしても増やしたい。航空機の数を増やすには、いやー、ここは、ヨークタウンでは話にならないわけだな。であれば、研究枠を、この後、まあ、たったの2日で、迫撃砲が完了するので、迫撃砲が終わったら、空母、新しい船体を研究しますか。本当は、ね、冒頭お話した通り、産業工学に進むべきところだとは思うんですけどね。まあ、戦艦とかもね、36年型のもの欲しいですけどね。一旦ここは空母に舵を切りましょう。40年型の空母。いやー、40年型の空母。どうだいこれは。40年の空母を開発研究するには1年以上かかる。1年以上かける価値があるか。であれば36年の戦艦だったら95日でいけるもんね。まあ、バランスとしてはマンザガンでしたかね。DLC 発売された時に、海軍が大きく変更されていて、まあ前衛、中衛、後衛みたいな形になっていて、前衛のところに、まあ、駆逐艦とかね、小型艦。で、中衛のところに、まあ、巡洋艦とかが入って、最後衛に空母が入るという形になっているので、前衛、中衛にある程度、数は置いておいた方がいいというのはありますし、もちろん戦艦の火力というのも艦隊戦になった時はね、十分に発揮してくれるものであろうとは思うのものの、戦艦化、1年かけて空母か。
仮に1年かけて空母にした場合、建造のパターンを見ておくと、今だと空母が仕上がってくるのが38年の2月にヨークタウン級ですね。まあ、今から約3ヶ月後に空母が一隻で、38年の9月と40年の8月、まあだいぶ先になってしまうんで、ここは造船所が入ってくることを前提にちょっと違う完成日が出てくると思います。いや、戦艦の数が少なすぎるな、いくらなんでも。今だとペンシルベニアが機関で、戦艦が15、駆逐艦の数はあるものの戦艦が15、空母が5、巡洋船が18、でいわゆる軽巡クルーザーですね、これが13、駆逐が124で、潜水艦が80。これが今アメリカ海軍が持つ全戦力ですね。大型の空母が欲しいよな。初期の配置の空母、もう上からレンジャー、リキシントン、サラトガとそれぞれ60機しか搭載できないんで、もう60だとどうなんだろうね。まあ、もちろん 60×3 隻になれば180機ですけど、日本軍のね空母が、まあ、赤木、加賀、総流、飛龍って考えた場合、どうなんだろうな。いや、むちゃくちゃ気になるな、そこ。そこ確認してからでも遅くない気はするので、一旦、まあ、予定通りと言いたいけど、これも結局282でしょ。もうちょっと優柔不断で申し訳ないんですけど、そうなると、いや、ここは戦艦にしよう。戦艦にする。で、そのうちというか、あっという間に、長期間の作戦が発動できるようになるので、そこで、海軍の情報を盗みましょう。ウォルフと、スパローちゃんを投入。おっと、ちょっと飛ばしちゃいましたけどね。内容的には、海軍のね、機密情報盗みということで、アウトルック、まあ、結果予想はグッド。で、期間が90日間ですね。で、ディプロマティックパスポートなんで、外交パスポートとかそういう意味ですかね。あとは、捕虜に、ハイキングアクロスザボーダー。これは何だろうな。国境を越えるとかそういうことなのかな。あ、下に説明が出てますね。なので、外交特権のあるパスポートと、あとは捕虜を利用するっていうことと、あとは、ま、国境をエスケープしましょうっていう話。まあ、この3つで、アウトルックとしてはグッドなんで、まあ、結果をね、90日後に確認していきましょうか。で、今の、日本、対する情報の吸い上げ具合ですが、どうだろうね。工業産業が
38%。取ってるね。いや、こう見ると日本やっぱり強いな。工場の数とか、輸送船の数とか、ああ、見てもね、我々よりはるかに、まあ、戦時中になっているというのはあるにせよ強い。で、これが陸軍ですね。130師団か。ちょっと師団の構成が見たいけどな。師団の構成を見るには 30% 必要ですと。まだ今29なのでちょっと見えないですね。で、海軍の方は、見える。見えるぞ、私にも敵が。ということで、バトルシップ。戦艦14戦艦、それに空母が4から6。駆逐艦も139。いや、日本軍強い。こうやって見ると相当に強いですね。なるほど。もっともっと情報が欲しいな。まあ、ここは、さらに情報のね、吸い上げをやっていきます。グアムの方に、飛行場を作ってますんで、ここに、偵察機を出しましょう。では、時間進めます。90日後が楽しみですね。で、議会工作も継続してやっておかなきゃいけないので、やっていきます。どうしても議席が欲しいので、議席が入ってくるもの、これをね、入れておきましょう。これで議席を安定的にいつでもやりたい政策が実行できる状態にね、しておきたいなと思います。では時間を進めていきます。イタリアと帝国がですね、それぞれ海軍軍縮条約から離脱ということで、我々もね、まあ、その離脱を少し考えた方が良さそうかなというところですね。ただこれには政治力がまたね、必要なんですよね。で、今、とにかく、議席が足りてなくて議席を欲しいという状態で、議席を獲得できたらですね、まあ、陸軍の編成を一刻も早く変えたいので、まあ、そのためには陸軍の経験値が必要だと。
で、義勇軍を送り込みたいので、この限定的な介入を取りたいというふうに思っています。なので、ちょっとこれをね、少し入れるために必要な、上院での58で、下院での261。これをね、ちょっと獲得するために、政治力を貯めていきたいので、海軍軍縮条約からの離脱はちょっと一旦待ちます。先に限定的な介入を入れた後に、海軍軍縮条約からの離脱というね、順番でいきたいと思います。まあ、そのためのロビー活動とか、まあ、議席を獲得するための施策として、農業補助の支給、この二つを入れてるので、これで決定的に議席をね、支持を、議員の支持を確保していきたいと思っています。では、このまま時間を進めていきます。そしたら、海軍のね、機密情報盗みが完了しているようなので、ちょっと中身を見ましょう。コンプリート。結果はグッドですね。で、得られたものが、海軍の、帝国海軍の機密情報と海軍の経験値が10ですね。じゃあ、機密情報って何が入ったのか、ちょっと実際に見ましょう。ああ、確かに 34% になってるな。さっきまでは 10% まで落ち込んでましたもんね。これが、まあ増えましたよ、ということか。どうなんだろうね。そこまですごくいい結果が得られたかというと、結局、潜入させておいて、地道に情報を得ておくのと、さしたる変わりはないかなっていう感じがちょっとしますかね。ここまでのところ。じゃあ、まあ、再びね、潜入はさせておきましょう。で、あとですね、生産のラインのところで言うと、一旦、この、偵察機ですね。これを一旦削除しておきます。偵察機ばっかり作っててもしょうがないんでね。はい。で、あとは、艦上の攻撃機、艦上の爆撃機、このあたりもね、ちょっとこの後作っていきたいなと思いますので、そのあたりを生産のラインに加えていくっていうのをね、次回やっていきたいかなというふうに思います。今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回は、まずは限定的介入、国家方針の限定的介入を採用するのと、艦上の爆撃機をね、生産のラインに乗せていくと。この二つをね、目標に次回はやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。